皆さんこんにちは。クリエイティブジュニアテニスアカデミーの一藤木亮平です。今回は、スピンについて、少し解説していきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。で、今回はスピンについて、解説ってことなんですが、テニスの歴史的に昔そのローンテニスの時代は、やっぱウッドラケットとかで、しかもその天然芝のコートでっていうテニスだったんで、やっぱ低く低くフラットでこうボールを打ってく、当てて打ってくっていうのが主流だったところから、現代は現代テニスはやっぱどちらかというと、今やっぱそのメインになるのっていうのはどっちかっていうとやっぱりスピンなのかなっていうふうに思います。当然フラットの選手もいますし、フラットを、有効的に使っていくことは大事なんですけど、ものすごく基本的なとこからいくと、現代のテニスはやっぱりスピンの方が、どちらかというとメインなのかなと思うので、スピンのどのみちテクニックを、覚えなきゃいけないことは絶対だと思うので、ちょっとスピンについて、皆さんが上達できるようなことを何かアドバイスできたらなと思うんですけど、スピンを上手くなるにあたって、した方がいい練習としては、まず一つは、ループボールの練習、こうループボールですね。だから、ループボールは、一番基本的なスピンの、形、だと思うんで、こうボールの下からラケットをしっかりラケットヘッドを入れていって、しっかり回転をかけていくっていう非常に基本的な練習だと思うんで、球出しでループボールやるでもいいですし、ラリーで、パートナーと、お互い下がってループボールでもいいですし、片方が打つのに対して、ループボールを上げていくっていう、練習が一つと、もう一つは、アングルの練習、アングルに角度、ショートクロスですね、ショートクロスとかに、回転をかけて、アングルにしっかりボールを落としていくっていう、この2つが、スピン系の技術の、一番基本的なところだと思うので、その2つを練習すればスピンは結構上達すると思うんですけど、僕も今日、実際に今から、ループボールとアングルショートクロスの、ボールを練習して、その練習しながらまた、少し解説を加えていけたらなと思います。それではよろしくお願いします。それでは今から実際に、まずループボールから、打っていきたいと思います。大丈夫です。はい、今実際にちょっとループボールを自分で打ってみて、まずこれは当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ラケット必ず、ボールよりもこう下からラケットヘッドを出していくっていうことが大事ですね。その打点、ボール自分の打点がじゃあここってなったら、ここにボールが入ってくるのに対してラケットは下から必ず入れてあげるっていうことが、一つ大事ですね。それから、スピン系の特に例えば、ループボールとかもそうなんですけど、苦手な人がよくやってるのを見るのが、その、スピンっていうのはイメージですけど、こう当たった直後からボールがもう上がってかなきゃいけない、その ボールの出始めからしっかりボールがもうこう上がってかなきゃいけないんですけど、スピンがうまく打ててない人って、その上がり始めが上がってない、ちゃんと上がってないんですね。スピンはボールは、転がってるっていうか回ってはいるんですけど、しっかりこう出始めでこうボールが上がってない、出始めでボールが上がらないで巻いちゃうと、
いいスピンにならないっていうのが一つですね。まず必ずラケットをボールの下から入れることと、打ち当たり始めでしっかりボールはこう軌道をもうしっかりクッと上げてあげるっていうことが、スピンの基本で大事ですね。あとは、ボールとの距離感も当然大事ですね。どれぐらいのボールとの間合いを取るか、それは打点に関係してくることなんで、そこも、大切なところで、あとは、まあ、イメージ、やっぱり何でもイメージがすごくまず大事だと思うんで、何をやるにしても頭でイメージ作れないことってなかなか再現というか実際に自分がやるのは難しいと思うんですよね。なんで、イメージ力が、実際にその自分のやりたい動きだったりっていうのを具現化していくのにあたってすごい大事、そのイメージする能力がどれぐらい高いかっていうのも大事なんで、そのイメージっていうのは実際に、自分が打ちたいボールをこう想像してくるし、そのなんていうのか、例えばボールが出ちゃう人、抜けちゃう人はもっと強く頭の中であそこでこう落ちる、こう落ちるっていう回転を頭の中で強くイメージして、それを実際にこうそのイメージを体の中から出してくるっていうか感じなんで、イメージが大事なんですけど、イメージではやっぱりこうライン際で回転でこうボールがグンと落ちるようにイメージして打つことが大事ですね。こういう風に向こうのライン際でボールがクンっていうのを落ちるようにっていうのをイメージしながらちゃんと回転をかけていくっていうことが、ことも、大事です。もう一個だけ、説明しておくと、深さを出したいとき、スピンで、ボールに深さを出したいときに狙い方として、この高さにボールを通せばここに落ちるっていう風に高さでボールの距離感を測るのが大事ですね。だから、これぐらい弾ましたいと思ったら、じゃあまずここに向かって打たないとダメだなっていう、向こうでこれぐらい弾ましたいんだったら、じゃあまずここの入り口のところでこの高さ出してないといけないなっていう、その、向こうの奥行きと距離感、自分が落としたいところに高さをうまく、利用してっていうか、高さを計算する、ボールをコントロールするのに計算する、要素の一つとして、取り入れると、それもまた、いいループボールだったりいいスピンボールが打てるかなと思います。で、次はちょっと、ループスピン、同じスピンなんですけど、ループから今度は、アングルショットをちょっと打ってみて、さらに少し解説を加えていけたらなと思います。ではお願いします。では今からアングルショットを実際にちょっと打ってみたいと思います。お願いします。今アングルの方も少し、打ってみて、もう少しスピンの感覚っていうところを自分でも、考えてみたんですけど、そうですね、まあでもやっぱり高さ、要するにループボールの時だったら高い位置からだし、アングル系の時だったら、まあ、低い位置から、ね、その高さが変わるだけで基本的にやることっていうのはそこまで変わらないかなって思いません。なんでこの両方を練習しとけば、高い位置からのスピン、それから低い位置からのスピンっていうのを両方とも、バランスよく練習できるんじゃないかなと思いますね。意識するポイント、一つコツとしては、低い時に、姿勢が高くなっちゃって、腰が折れちゃう、こういうのだけは注意したいですね。こういう風に頭下がってお辞儀しちゃってこう打っちゃうっていうのとかがないように、必ずその高いところ姿勢よく打つのと一緒で、低いところも姿勢を保ちながらちゃんと打っていくっていうのが大事ですね。で、ラケットをボールの下から、ラケットヘッドをボールの下からできればしっかり入れていくっていうことがスピンで大切だっていうことを言ったと思うんですけど、それをやるための一個コツとして、まあ、低いところの方が
どうしてもボールが、ボールのちゃんと下から入らないで途中でショートカットしてこうボール引っ掛けちゃうっていうことが起きやすいんで、低いところの方がなんで、必ず膝を落とすっていう意味のためにも、ボールの下に自分の膝を落とし込んでいくっていうイメージでボールに近づいていくと、ちょうどよく姿勢も落ちるかなと思いますね。ボールの厳密にこうボールの下に自分の足を入れるとかっていうことじゃないんですけど、なんとなくイメージで感覚でいいんで、飛んできてるボールに対してそのボールのよりも下に自分の膝下半身をしっかり落としていく、入れ込んでいくっていうイメージでこう入れていくと、バランスが取れた状態で、姿勢よく、姿勢を落とすことが、できるかなと思うので、その辺と合わせて、ちょっと練習してみてもらえたら、ダブルスとかでも、アングル、やっぱりボールを沈めていくにあたって、そのフラットやスライスでボールを沈めていくっていうのもありますけど、スピンの感覚でアングルとかに、沈めるっていうことができると、さらに、ゲーム性も深まるし、そこにスピンロブっていう要素も加わってくると、さらに、戦略の幅が広まるかなと思うので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。それではこの辺で失礼します。ありがとうございました。